ヤールンサクサは北欧神話に登場する巨人の女性の名である。その名前は鋼鉄の探検を意味する。スノーリストルルソンの三分のエッダによると、ヤールンサクサはトールとの間に息子マグニを設けたとされている。巨人、フルングニルとの戦いが終わり、巨人の足の下敷きになったトールにマグニが駆け寄る場面で、マグニがトールとヤールンサクサのこと紹介されている。 なお、ヤールンサクサが、マグニの兄弟も王子の母だとははっきり明示されていない。シノエッタの、ヒュンドラの歌第35三37節では、太古に誉れ高いものを産んだ9人の巨人の娘の、うちの一人として、イヤールンサクサという名が挙げられている。ドナルド、A ・エマッケンジー、北欧のロマン・ゲルマン神話においては、この9人の娘がヘイムダルを産んだ9人の母だと、されている。 娘たちのうちアールンサクサを含む7人が、エーギル・トラーンの娘、ギャールプト・グレープが、ゲール・ロズ・トラーンの娘であったと説明されている。ところが、3分の1第2部、死後法、第23章では、ヘイムダルが、8と1人の母より生まれた、同貌な息子というケニングで呼ばれているものの、そこに9人の母の名前は出てこない。また、 死後法第33章に挙げられているエーギルの9人の娘たちの名はヒュンドラの歌に登場する9人の娘の名と異なり、ヤールンサクサは含まれていない。ヒュンドラの歌及び北欧のロマンゲルマン神話160ページに挙げられているのは次の9人である。アンゲイヤ、エールギャバ、ヤールンサクサ、イムズ、エーストラ、アトラ、ウールブルーン、ギャールプ、グレープ。なお、 この9人がヘイムダルの母であると特定したのが著者なのか、同書8ページに執筆にあたって参考にしたとあるトゥーターニックミソロジーにそのような記述があったのか、はっきりしない。死後法訳中34ページに挙げられているのは次の9人である。ヒミングレーバ、ドゥーバ、ブローズグハッタ、ヘブリング、ウズ、フレン、ビュルヤ、バーラ、コールガ。ありがとうございます。